殺したじゃん。殺したじゃん。アジェトマイさん。アジェトマイさん。悪いしね、赤いのが出てたらもう本番入ってますから。月の会社つかみかみ荒び会社となら本意長がこの辺でさ、どうもありがとうございます。今日は宮里涼子先生のですね、お稽古場に来ていろいろ取材を5分くらいでまとめたいと思います。7月7日ですかね、これにこういうお誕生の語りが沖縄じゃないな、那覇市民会館ですよね、塚田さんね、中さん。じゃあまず自己紹介簡単にお願いします。若松蔵映るといいまして、はいはい、歌をやってます。まあ、それとまた20年前から、はい、この劇団ムリビスの仕方を担当、あったのが20年ですね。あ、そうですか。先代の、はい、松村英司社長から、はい、じゃあ中曽根さん、あ、そうですか。5分ですのでね、あまり質問も、まあ、4つか5つぐらいになると思う、はい、まず第一の質問ですけど、はい、この八重山民謡に入ったきっかけっていうのは、まあ、これは私の父中曽根長一と言いまして、もう皆さんご存知と言いますけど、はい、89歳になりまして県の技能保持者になりました。じゃあもう自然にこう入っていったということで、ね、ここで見たり聞いたりするんですね。それであとは、まあ、これ2つ目の質問ですが、この舞台で の自由亭というのは大体何年ぐらい前から、はい、ですから、私平成5年に第1回目の自体座部とか、ね、親父自体座部とか4回ぐらいしたんですけど、1回目の自体座部は平成5年なんです、はいはい、その時に先代の座長はですね、はいはい、まあ、うちの父も長らく無理節の前は、はい、おもとだと言ってね、劇団おもとだったんですよ。その時の演目を覚えてます。飯島アンドラとか、いやだからたくさん演目あるんですけど、たくさんの芝居やってきましたけど、そういう流れで、ムリブシの仕方にもね、参加させてもらってます。あ、はい、そうですか。父の影響ですね。あとですね、どうですかね、よくクムウドイの自由ってもうやられるんですかね。クムウドイはまだやってます、はい、クムウドイは非常に難しいということで、まあそれはじゃあ話しましょう。沖縄に言えるのには優しいのないですよ。わかりました。それでですね、舞台の方とこういう具合にして、はい、ちょっと糸川さん、この練習風景映してもらえますかね。あ、まあ、こういう具合に今、ね、やられてるわけ、感じ物語っていうのですね、人が見るんですね。で、あれですけど、はいはい、じゃあこちら向けです。舞台の立ち方とですね、自由手のこの呼吸の合わせ方、はい、これ非常に難しいところですか。難しい、そうですね、この芝居の中の歌っていうのは歌出しとか、はいはい、もう普通歌っていうのは前奏あって、
ちゃんとやってるんですよ。歌出しっていうのがそこでいいんですよ。でそれとまた、芝居の役者の方と地方の三味線との呼吸ですね。もうその面々また個人個人の差があって声の高さがみんな違うんですよ。やっぱそこの合わせところ呼吸ですね。一部の難しいですね。要するに、立ち方の声が高いからそれにつられて自分も高くやっちゃダメなの。あと私が高いからだって、私の高さに合わせます。そういうことを聞いたことありますよね。もちろん、ね、先輩ですし、今までなかなか地方の高さがたとしては、ね、役者言葉がちょっときついと思いますよ。役者殺すのは刃物になる。ああ、自由形次第ということですよね。こけるのもね。だからそれだけ時間が陰でやるんですけど、大事なんですよ。花よ甘川とか見ていてもそうですよね。あの曲奏によってね、あと目の浜でも私何回かの手を打つところね。あ、ほんなくて鶴丸打ちてんですよ。方言わかりますかね、鶴丸。もうこうしてるのはね、やっぱり自由形の役割っていうのは大変だなと思って。私思うんですけど、常に舞踊研究所の先生方とか生徒たちに言うんですけど、歌が最初ですよね。ホテルが最初ですよね。質問するんですよ。どうですか、歌と踊りっていう。どっちがさっき言いました。歌と思います。歌はできんか、後でいろんなものができるよ。歌は感じなんです。振り付けてくるわけですね。いろんな、なんですか、生徒たちでも、いろんなもの、踊りやってる方も、笛やってる方でも、歌を回るべきなんです。それから基本は歌されてるんですよ。さて、中曽根先生、この間、首里城で前への一枚見てですね、女性だけの自由亭というのがありましたね。で、ムンジュルとか花風とかですね、まあ、これはこれでまた新たなジャンルというか、いい感じがするんですけど、男性として女性のちょっと物足りないですかね。いや、それとも女性にしか出せないまた感情的なものもあるし、今まではずっと女性の歌を男が男性の男子方が歌ってますから、やっぱり女性の立場の歌っていうのは女性が一番合うと思うんですよ。立場の内場何してもですね。そうですね。だからそれをいろんな教会ですかね。私は野村流を教会に所属してますけど、沖縄の言葉ですね。女性のこの研究方もあるし、今はそういうような庭園が広がってですよね。女性だけの例えば精神科にでもあるし、それはそれで様になっているというところでありますが、さてですね、もうこれ5分最後の質問になるわけですけども、中曽根先生どうでしょう、この自由亭の立場でですね、沖縄芝居が食べて公演が多くなって食べていければ多分自由亭も食べていけるような格好になると思うんですが、沖縄芝居自由亭がですね、さらにこれから発展していくためにはどういうところに、これはもう今先ほどの、ね、森口の座長さんもちょっと話聞こえてましたけど、はいはい、これは毎日ある仕事じゃないですよね。毎日あればそれは一つのね、仕事として職業として成り立っていきます、はい、ですけどそれはもう大変しかありません、はい、今の若い役者たちはね、私はある反面厳しいと思うんですよ。昔の役所は毎日がこう稽古しながら仕事ですよ、はいはいはい、私も小さい時は芝居見てきますけど、昼間稽古して夜は本番ですよ、はい、黙っていてもお客さんが来るわけですよね。そういうような娯楽がない時代ですから、はい、今たくさんの娯楽があり、そして芝居も年に何回ですか、数えるんですよ、ね、3回ぐらいらしいです ね。それぐらいで、じゃあ役者がそうですか、そうじゃないんですよ。だから私常に座長にも行ったことあるんですけど、三味線教室ありますよね、舞踊研究者ありますよね、芝居の研究所を作ったことですか、そうです。私も俳優用師匠をね、文化振興課に行ってるんですよ。あるんですけど、この小さな研究所たちがね、毎週行ってできるようになるじゃないですか。はい、私もだから興味があるもんですから、まあ琉部道場行って三線も習って、はい、さてその芝居習いたいけどどこに行けばいいかということですね、はい、北村三郎さんが沖縄市でやっているらしいよとか、それぐらいの情報しかないわけですよね。個人がやってる、ね、そうですね。だからそういうところはあると思いますね。さてまあこの話だとですね、キリがなくてちょうど、はい、もう5分で終わりましたんで、中曽根満先生ですよね、満、はい、先生、私はですね、年に 2,3 回は県外、もう東京大阪行ってます、はい、今回はですね7月23日から2週間かけて、はい、関西ライブというか、はい、関西にも豊中一律で、はい、京都とか大阪で研究所、私は駅名協会、それで、ここで音楽を
子供会に出席して、はいはい、まあ、あのやってますけど、はいはい、その生徒たちがいまして、はい、生徒たちが企画してですね、はい、今回夏に行くような2週間ほど関西大学ずっと乗ってますね、はいはい、ぜひ頑張ってください、はい、私はあの司会で作業してもらったペチン姿になりたいと思います、はいはい、じゃあありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい、足押してください、押したらオフです。